は今日も札幌市内の球団事務所で契約更改が行われました。今日も7人の選手が一発サイン、これで全て契約更改終了、ね、ということになりますね、はい、では行われた順に会見の声をお届けいたします。さあ西川選手からいきましょう。来年が高卒8年目のシーズンとなります。1億円から5000万円アップの推定1億5000万円でのサインです。サインはされましたか？いいえ、嘘です、しました、はい、今年チームが苦しい中で頑張ってくれたっていうのは、いい言葉もらいましたし、僕の中でもチーム的には苦しいシーズンではありましたが、去年よりも自信になったシーズンにはなったので、また自分で来年自分にプレッシャーをかけて期待してやっていければいいなと思います。本当に調子いい時期がほとんどないシーズンだったのにもかかわらず、ある程度の成績が残せたことが自信になった。状態調子いいだけじゃなくて、それでも成績を残せた、ある程度残せたっていうのが少し自信になった部分ですね。特に評価してもらったと感じたのはどんなところでしょうか？はい、その今も言いましたけど、苦しい中で頑張ってくれたっていうのと、あとはその走塁面ですかね、はい、想定していた、額との、差と言いますか、はいはい、イメージはいかがでしょうか？それは皆さんの判断に任しますけど、本当にすごくいい評価をしてもらったと思います。金額アップした分、自分へのご褒美であったり、いや特には本当に考えてないですけど、何ですかね、もう自分への投資と思っていろいろやっていけたらいいなと思いますね。来シーズンに向けて球団からここをもっと頑張ってほしいみたいな話はあったんでしょうか？毎年本当にスタートダッシュが個人的には悪くて、トータル的にしっかりまとめてくるのは分かるから、前半戦4月5月のところで、もう少しいいスタートが切れればチームも絶対乗ってくるから、そこを頑張ってくれというふうに言われました。守備についての評価どうだったでしょうか？本当にいい言葉をいただいて、守備もそうですし、総理も攻撃の方もそうですし、でもそのポジションが今年変わって評価が、去年よりも今年の方が守備の方では上がっていたので、僕の中では嬉しかったですね。秋季キャンプ終わってから、相当休ませてもらって、いろいろイベントとかあったりなので、12月のそうですね、半ばぐらいから、徐々に動かそうかなっていう感じです。一旦とりあえず本当にシーズンの疲れを抜く、やりすぎた部分もあるので、ただでもやることをずっと継続して、やっていければ、自転車と一緒で、忘れないと思うので、継続するものは継続してやっていけたらなと思います。チームもまた若くなりますが、その中で西川選手のご自身での立ち位置というのはどのように考えていらっしゃいますか？僕たちが中田さんをサポートするっていうのはちょっとまた違った話で、中田さんが僕たちをサポートするためにキャプテンについたと思うので、その点ではもうストレスかかるかもしれないんですけど、僕たちをサポートしてもらいたいなと逆に思いますし、中島さんに関しても僕が何を言うこともないので、逆にそういう面ではプレー外になってくるので、そういうのはサポートしていけたらなと思います。去年今年ずっと全てにキャリアハイを求めて、毎年キャリアハイをできるように、やっているつもりなので、これというものはないですけど、全て、昨年今年、上回れるように来シーズンやっていけたらなと思います。こんな苦しいシーズンはね、二度と味わいたくないんで、個人的にもチーム的にもいいスタートが切れるように、オフシーズンキャンプでやっていけたらいいなと思います。チームは5位に終わりましたけれども、西川選手に関しては盗塁王にゴールデングラブにベストナインと活躍でしたもんね、本当に孤軍奮闘っていうシーズンでね、この5000万円アップの推定1億5000万円というのもうなずけるところなんですけれども、
本人はね調子いい時がほとんどなかったって言ってましたね。それでこの3割近い成績を残して盗塁王にねベストナインにゴールデングラブですから、でやっぱりあの守備のねあの評価ポイントが上がってたのが嬉しかったっていう話をしていましたけれども、やっぱり今シーズンレフトからセンターにコンバートになってね、以前はねやっぱりセカンドに対するこだわりっていうのがすごくあって、外野に対してちょっとねマイナスなイメージっていうのはやっぱり本人の中でもあって、その言動も隠してもいませんでしたけれども、だいぶやっぱりその外野の中心っていうところでねあのやりがいを見出したというか、川名外野守備走塁コーチなどに聞いてもね、やっぱりそのシーズン中コンバートっていうのはその西川選手のね守備能力の高さっていうのを買ってだよっていうことは言っていましたし、誰が見たってあいつがセンターでしょっていうことを言っていましたしね、やっぱりですからまあ本当にもう外野手として走行守全てにわたってますますバージョンアップしていく西川選手を見られるのではないかなというふうに思いますね。明日のスポーツ紙では金色のグラブをモチーフにしたケーキの周りで写真を撮っている西川選手が見られると思います。そうですね、はい、あのケーキ屋さんの本当に腕がすごいっていうことは西川選手も言ってましたけれども、はい、楽しみ、ぜひあの映像などでご覧ください、はい。さあ続いてなんですが、先ほどまで私たちもご一緒しておりました近藤選手なんですが、来年が高卒7年目となります。4000万円から1200万円アップの推定5200万円でのサインです。サインはされましたか？しました。思った以上に評価してもらったので、はい、良かったです。アップしました。来年への責任だったり、まあ、現に2ヶ月しか働いていないので、まあ、来年はその分やっぱやんないといけないなっていう気持ちに、なってます。アップ幅教えていただけますか？想像にお任せします。その今の表情、はい、ということでよろしいでしょうか？はい、打率もそうですけど出塁率のことも、言っていただきましたし、まあ、僕自身もその打率出塁率ってのはこだわっているので良かったかなと思います。今年に関しては打てなくてもなんていうんですかね、がっついてやっぱヒットを打ちに行くんではなくて、やっぱり一個の出塁そういうのに対してブレずにできたので、まあ、そういうところが良かったんじゃないかなと思います。ここをこうしてほしいみたいなことは球団からはお話がありましたか？まあ、当然あのずっと一軍にいたのが2015年しかいないので、まあ、怪我したり、二軍に落ちたりそういうのもあるので、6年間やってきましたけど1シーズンしかずっと一軍にいたってことはないので、まあ、まずはそこをしっかりと怪我しないように1年間やってくれと言われたので、まあ、僕自身もやっぱりそこが一番大事だと思っていますし、試合に出てなんぼの世界なので、まあ、そこは常に考えながらトレーニング方法だったりそういうのはやっていきたいなと思います。球団への要望というのは何か伝えたことはあるでしょうか？特にはないですね。まあ、手術でいろいろお世話になりましたし、迷惑かけたので、まあ、ありがたく思ってます。今シーズンその掴んだ打撃での手応えっていうのは具体的にはどういうところに？まあ技術面もそうですけど、やっぱ気持ちの部分で、打席の中でいい意味で余裕ができて、まあ、追い込まれても大丈夫だそういう気持ちになっているので、まあ、そこが一番変わっているところで、もちろんこうその甘い球を一球で捉える技術ってのは大事になってきますけど、やっぱりそういう考え方だったりボールの待ち方だったりそういうところが、まあ、今年に関しては良かったんじゃないかなと思います。また代表への思いというのはいかがでしょうか？まあ、トップチーム、まあ、若い選手ですけどやってみていろんなことを吸収できましたし、またああいうなんていうんですかね、こうプレッシャーのかかる中で野球ができるっていうのはあんまり経験できないことだと思うので、まあ、そういう意味では今後もまずはファイターズで活躍しないと選ばれないと思いますし、こう、前提に置きながら東京オリンピックっていうのも目指してやっていきたいなとは思ってます。オフは徳之島の方に、1月は行って自主トレ、まあ、初めて外に出てやるんで分かんないことだったり戸惑うことはあると思いますけど、しっかりと自分の成長につながればいいかなと思って、まあ、ピッチャーも上沢、鍵谷さん、高梨さんが同じところでやりますけど別 で野手は郷と渡辺亮と平沼が、はい、やります。自分の時間、自分のやりたいことを自分誰も気にせずできるんで、やっぱ鎌ヶ谷だと人多いですし、やっぱそういうところで
自分のしっかりとやりたいことを課題だったり伸ばしていかないといけないところだったりっていうのを明確にしながら自分の思うようにできるのがそこが一番望んでたところなんで、まあ今回のようになったかなと思います。やっぱチームの日本一っていうのは大前提の中でしっかりと1年間仕事できるように体をしっかり作って、まあ、首位打者っていうのは、目指してやっていきたいなとは思ってます。打率の数目標にしているところってありますか？うん、まあ、そうですね。パ・リーグいいバッターいますし、エッジチームにも西川さんだったり、いいバッターいるんで、まあ、そこをしっかりと越していかないと、まあ、タイトルは取れないと思うので、まあ、具体的に数字で言うならやっぱ3割5分以上は打たないと、厳しくなってくるんじゃないかなとは思ってます。自分へのご褒美は考えてらっしゃいますか？そうですね、ご褒美、まあ、もう2ヶ月しか働いてないんで、まあ、まずはしっかり体のケアだったりそういうのに使って、まあ、来シーズンのために来シーズンまた活躍できるために、使って いけたらいいかなと思ってます。まあ、近藤選手6月に腰の手術はしましたけどきっちり3ヶ月で戻ってきて、調子落としてなかったですからね。そしてね、まあ、しかしね、はい、2ヶ月しか本人も言っていましたけどね、試合に出なくてこれだけのアップを勝ち取るっていうのはやっぱりその間の内容がいかにすごかったかっていうことなんですが、はい、まあ、なんて言ったって4割バッターですから ね、で、あの今日のね、あの HBC ラジオのイベントで、はい、4番をね言いました。取りに行くっていうことをはっきりと明言しましたからね、近藤選手はね。中田さん、4番は決まってるわけじゃないですよってこれあのねHBC の、 あのテレビカメラも入っていましたので、はい、明日の強度機とかね、うん、あのブラボーファイターズとか何かでおそらくお届けする機会もあるかと思うんですけれども、はい、あの中田選手からね、うん、やっぱり4番を取りに行くっていうことをはっきりと言っていましたので、相当やっぱり志としては高いのかなというところを感じましたね、はい、しかも開幕って言ってましたからね。そうそう、開幕で4番を取りに行く、はい、それプラス、まあ、首位打者っていうことでね、うん、で今年はまあ57試合で4割1分3厘っていう成績を残したんですが、まあ、シーズン慣らしてっていうことを考えると現実的に4割っていうのはちょっとっていうことは言っていましたけれども、うんうん、まあでもね、うん、やっぱり今年の成績を見ているとファンの方も近藤選手がこの成績でね1年間出たらどうだったんだろうってのは一番興味があるところで、やっぱりまあこれはチームの願いというか首脳陣の願いというかファンの願いも一つで、とにかく1年通して出てくださいっていう、まあそこだけですよね、近藤選手は。あとまあ今日はねキャッチャーっていうポジションにももちろん色気はありますっていうことを言っていましたけれども、どこのポジションで出てくるのか。外野はやっぱりね、あの西川選手センターにいてレフトに、まあ、この後出てくるでしょうけど太田大志選手がいて、うん、まあ、ライトに松本剛選手がいてって結構決まっている中でね、うん、まあ、ファーストにも中田選手が残留して、まあ、あと現実的に言うとやっぱり DH かキャッチャーぐらいしかね、うん、キャッチャーもでも増えますからね、うん、キャッチャーもたくさんいますしまあね、だからどこ、まあ、この打力を生かすためにはどんな形でも近藤選手は出てくるでしょうけれども、はい、うん、まあ、どこを守りながら出てくるのかっていうのも一つ興味の焦点ではありますね。そうですね。さあ続いてなんですが、中島選手です。来年が高卒10年目の節目の年になります。そして新しい選手会長でもありますね。1300万円ダウンの推定8000万円でのサインです。サインは、はい、しました。ダウンです。 10% ちょっとじゃないですかね。イメージはそうですね、まあ僕は下がると思ってたので、はい、評価、まあ、あの怪我があったので、まあ、その分が大きいなとは言われましたけど、まあ、怪我で、離れた期間が長かったので、その分で、まあ寂しかったというか、まあ、そういう、まあ、チームの成績も悪かったので、まあ、個人の成績も、まあ、前半悪かったので、まあ、そういったところでやっぱ来年、まあ、今回ダウンでしたけどもっと上げれるように、まあ、頑張ってくれとは言いましたけど、去年怪我で始まってるので、去年というかまあ1月、今年の1月、まあ、アリゾナにも行けずに WBC も怪我で辞退しているので、今年のオフの過ごし方で変わると思うので、まあ、怪我しない体を作って来年1年間出れるようにやっていきたいなと思います。代表というところへの思いは今あるのか。代表
来たかったっていうのはありますけど、まあ、やっぱ怪我があったのでそこはやっぱシーズンの方が、大事だと思ったので、辞退という形になりましたけど、次もしチャンスがあるのならやっぱり、行きたいなという気持ちはありますね。選手会長にも就任されます。この交渉で何かそういったチームへの要望というのはあったでしょうか。来年の、春のキャンプのアリゾナでの、まあ、今年と去年と、違うところで、やるので、まあ、そういった、こう起こり得るこう不安要素じゃないんですけど、まあ、そういうのは今日、伝えたのと、あとそのどういう、日程で、動くのかという、まあ、名護が使えないのでそういった意味でやっぱ遠征が増えるので、どういう流れで、やるのかという予定を、まあ、聞いたりとはしましたけどね。まあこういう、まあやっぱ遠征試合が増えるので、まあ、そういった意味でこう、まあ、練習量が減るので、まあ、そこは行く選手を毎試合じゃなくて居残り練習を作ったりとか試合に行く日を作ったりとか、そういうこう臨機応変にやるつもりとは、言ってましたけどね。やはり選手会長に就任されたことによって去年までと今年の交渉というのは気持ち的にも違うところはありますか。そうですね、やっぱりこう選手のために、まあ、僕が球団の方に、要望をこうよくするために伝えないといけないので、まあ、でも、選手はわがままなのでそういうところを全部言うんじゃなくて、まあ、一回整理してやりたいなと思ったんですけど、まあ、ちょっと緊張しましたね、はい。キャプテンの中田選手とは来シーズンどういった関係でやっていきたいという気持ちになりますでしょうか。そのままでいいんじゃないですかね、はい。まあ、特に特別こうというのはないと思いますけどね。来シーズンの抱負お願いします。今年1年、試合出れなかったので、来年フルで出れるように個人としては頑張って、やっぱり日本一奪還目指して、頑張っていきたいなと思います。まあ、今シーズンは自主トレ中にちょっと痛めてアリゾナ取りやめて WBC も辞退という、ね、はい、スタートだったんですよね。で、まあ、さらにシーズン中にも、ね、5月に左足の怪我があって、はい、まあ、戻ってきたと思ったらまた8月に右の脇腹を痛めたということで、まあ、このダウンも致し方なしというところでしょうけれども、まあ、今年やっぱりそのファイターズが低迷した要因いろいろあると思うんですが、やっぱり一つにはね、このセンターライン、しっかりショートを守っているはずの中島選手が、まあシーズンなかなかね、通して働けなかったというところもあると思います。はい、うん、まあ、本人もね、体が硬いことで怪我をしたので、今年は特にその柔軟性を高めることをメインにね、今体作りをしているということを言っていました。うん、まあ、石井一成選手もいますけれどもね、はい、他にもいろんな二遊間のライバルというのは若手中心にいるとは思いますが、やっぱり中島選手が軸になってね、選手会長にもなりますし、うん、出ないことには来季のファイターズの躍進もないと思いますから、やっぱり主力選手として頑張ってほしいですよね。そうですね。そして選手会長のお仕事も頑張ってください、はい。そしてこちら行きましょう。太田大志選手なんですが、ファイターズでは来年2年目のシーズンになりますけれども、まあ、プロとしては高卒10年目の節目の年が来年やってくるわけですね、うん、はい、中島選手ですから同期ということになるんですよね、はい。1950万円から2050万円アップの推定4000万円でのサインです。サインはされましたか。あ、もちろん、はい。あ、素直に嬉しいですね、はい。評価額をしていいでしょうか。いや、ダメですね、それ言えないです。まあ、想像以上のものを、提示していただいて、何も迷うことなくサインしましたし、それぐらい来年活躍しなきゃいけないっていう責任感もあります。あの、身が引き締まる思いです。やっぱり規定打席とやっぱり自分のね、ジャイアンツの成績を上回ることができたとこにもありますし、あとは、まあ、自分のモットーである全力プレーっていうのを、まあ、そこをしっかり見ていただいて評価していただいたので、まあ、嬉しさもありますし、それはやっぱり忘れちゃいけない部分だなというのは思います。何か太田選手の方から球団に伝えた、要望したというようなことはあるでしょうか。いや、もう僕は、そんな言える立場でもまだないですし、ファイターズの環境っていうのはすごくいい環境
なので雰囲気もいいですし、もっともっと雰囲気を良くして、逆に自分がチームを引っ張っていけるようなそういう存在になりたいんで、ファイターズに呼ぼうとかそういうものは今ないです。はい、チームの中で精神的なところであったり期待されているところはどんなところだと思っていますか？まあ、チーム2年目ですけど、プロとしては10年目を迎えるので、高校から入ってね、いろんな、いい思いもしましたし、苦しい思いもしてきたので、やっぱそういうところをやっぱ今の若い後輩たちに、伝えれる部分があれば伝えたいと思いますし、また背中でね、引っ張っていけるように、プレーで引っ張っていけるようにいいお手本となるようにね、自分も気を引き締めて、プレーしていきたいですし、言動や行動もね、やっぱり一人の人間としてね、見習ってもらえれるようなね、そういう選手にはなりたいと思いますけど。来シーズンバッティングでは目標とする数字などはありますでしょうか？ホームランは、やっぱり 20本以上、25本打てれるようにやっていきたいですし、まあ、まず、来シーズンは、全試合、出場することを、前提に頑張っていきたいと思います。オフはどのように過ごされますか？過去の経験から言って、あんまりやりすぎると怪我のリスクも増えると思うので、自分の中でセーブをしながら、なおかつ体を怠けさせないように鍛えて、怪我をしない体を作っていこうかなというふうに思います。自分の中でやっぱり制御するというか、自分の納得いく一日を送れるように、ね、無理してやってもダメだと思うし、やらなさすぎてもダメだと思うし、ちょうどいいところで自分を見つけてね、やっていければと思います。北海道での1年を振り返ってください。北海道に愛されてる球団だと思いますし、また僕1年間プレーして、強く思ったのは、やっぱりファンの方があってのやっぱりプロ野球選手だなっていうのは強く思ったので、すごく温かいファンの方々に、毎試合毎試合声援をいただいて、僕らの力になったのは間違いないので、すごくこの北海道で盛り上がってもう一回日本一になりたいなっていう気持ちを強く持ったので、そういう思いを胸にね、北海道に夢や希望を与えれるような選手になりたいなと思います。まあ、ファイターズでは1年目だったわけですけど、もうキャリアハイのシーズンなので、もうすっかり私たちにとってはファイターズの太田太志選手、インパクト大でしたね。あ、そうですね、はい、島田球団代表がね、はい、常に全力で最後まで諦めずに戦うというチーム方針を、まあ、移籍してきた彼が一番実践していた、まあ、これも最大級の評価ですし、まあ、私も日々取材していて、やっぱりね、太田選手グラウンドに出てくる時間も早いし、入念にアップをして、で本当に今年ファイターズ苦しいシーズンというかね、大差つけて負けてるっていう場面も多かったですけど、そういう時でも本当にやっぱりこの太田太志選手が手を抜くっていうか緩めるっていうシーンを見ることはね、なかったと思うんですね、だからまあそれだけ一生懸命だからこそ、ジャイアンツ時代から常に怪我と隣り合わせというかね、追い込んでしまって、こう体を痛めてしまうということが多かったんですが、まあ、今年多少の怪我はありましたけれどもね、なんとかシーズンを完走できて、まあ、初めての規定打席、いろいろシーズンを通して働くことで思うこともあったでしょうし、彼はまあ本来ね、こんな4000万とかいう年俸で喜んでる選手ではなくて、これにプラス1億がついていくような選手であるのはもうね、高校時代から言われていたことなわけですから、まあ本当の真のこうスーパースター目指して、これからますます頑張ってほしいですよね。まあ、栗山監督が太田太志選手についてね、こうシーズン通して働くのは初めてのシーズンだから、いろいろ初めてのことがたくさんあると、って考えると、シーズン通して働いてオフを過ごすって初めてですから、はいはい、ここも重要ですよね。ここからだと思いますね、太田太志選手はね。1月はサイパンということで、いいコンディションで2月のキャンプ迎えられるように、来季のますますの飛躍が楽しみですね。はい、太田大志選手は大幅アップでございました。では後半は高梨投手からお送りします。続いては高梨投手です、はい、来年が大卒5年目のシーズンになりますね、2800万円から600万円アップしています。3400万円でサインです。サインはされましたか？はい、サインしました。アップしていただきました。はい、想像以上に評価してもらったなっていうふうに思いますし、今年前半本当に、なかなかチームに勝ちをつけれなかったので、僕としてもすごい悔しい思いをしてたんですけど、しっかり評価していただいたなっていう思いなので、来年しっかり頑張っていきたいなと思ってます。
どれぐらいアップしたんでしょうか。3400万円になったので、はい、600万円ぐらいですね、はい。でも全然あ何に使うか全く考えてなかったんですけど、まあ、まず今あの野球できてるのは両親のおかげなので、まあ、何かそのお礼もしたいなと思います。まあ、去年よりあの勝ち星は減ってしまったんですけど、イニングだったり試合数だったりそういうものは、まあ、去年よりは投げましたし、まあ、そういうところを評価していただいたのかなというふうに思います。あの高梨がきっちり投げないとチーム浮上っていうのはないと思うっていうふうに言っていただいたので、そういう言葉をいただいたので本当に来年はその期待に応えられるような、ピッチングを、最初から最後まで続けていけたらいいのかなっていうふうに思います。もう本当にあの自分を追い込んで、やっていくだけだと思ってるので、まあ、しっかり走ってしっかりトレーニングして、しっかり投げて、まあ、いつも以上のオフいつものオフより、しっかり自分を追い込んでいきたいなと思ってます。はい、12月は基本的には鎌ヶ谷で、やろうと思ってるんですけど、1月はあの徳之島の鹿児島の徳之島の方に行って、今年はやろうと思ってます。まあ、翔平抜けてすごい大きな穴が、開くと思うんですけど、その穴を、本当小さくできるように、まあ、埋めることは、ね、あの難しいと思うんですけど、本当少しでもあの小さくできるように、まあ、最初から最後まで、しっかり投げてチームに貢献したいなと思います。数字は何勝とかは正直あまり決めたくなくて、できれば投げる試合全部勝ちたいっていう思いで投げてるので、まずはあの1年間1軍でローテーションで投げるっていうのはまだこの2年間できてないので、そこを本当にローテーションを1年間回るっていうところを目標にやっていきたいなと思ってますし、そこが達成できればあの勝ちっていうのもあのついてくると思うので、まあ、そういう勝ち星っていうのは後からついてくるものだと思うので、まずは1年間しっかり投げたいなっていうのはあります。あの昨日の川端さんが司会していた元気会に私もお邪魔しまして、ちょっとお手伝いしたんですが、上沢投手がね、うん、とにかくこう150キロ以上出したいんですよね、はいはい、それの引き合いに高梨投手の話たくさんしてましたね。上沢投手はね、はい、これまでプロでの最速が149キロなんです。高梨投手が151か2か出てると思うんですけど、ずいぶんそこでこうね、あの高梨投手にいじられてるというか、うん、まだまだ俺たちの息には届いてないなっていうことを言われてるみたいですね。だからこのオフは上沢投手はね、スピードアップのためにね本当にウェイトしっかりやるって言ってましたよ。まあね、高梨投手はあの去年ね2桁10勝を勝って新人を取って大幅に年俸もアップしたわけで、まあ、その中から今年はかなり苦しいシーズンで、うん、まあ、18試合登板7勝7敗防御率 3.68 というところでしたから、非常に本人もこのオフの球団の評価っていうのは気になっていたところだと思うんですが、うん、結果としては600万アップの3400万で3位っていうことですね。うん、まあ、この評価の内容としては積み重ねっていうのもあるでしょうし、あとその去年は結構リリーフも春先多かったですから、うん、先発の試合数が増えて、まあ、イニング数が増えたと。まあ、あと今年は打線の援護っていうのも全体にあまりどの投手も受けられなかったので、はい、まあ、そのあたりも含めてね、プラス査定ということになりましたね。うん、ただやっぱり本当にあの本人も言ってましたけれども、来季これ大谷投手が抜けてね、あの先発陣、まあ、もちろん有原投手が軸になっていくんでしょうが、この高梨投手とか加藤投手とかそれこそ上沢投手とか、このあたりがローテーションに入って2桁前後の勝ち星を勝っていかないことにはもうチームの浮上もないですからね。あのやっぱり来季頑張ってほしいですよね。そうですね、まあ、うん、大谷選手が抜けてそこでチームが上位に行ったってなると、はい、ね、改めて素晴らしいことですし、ファイターズはこれまでも過去何度かね、はい、それこそダルビッシュが抜けた翌年に優勝をしたりとか、うん、あの小笠原選手とかが抜けた翌年に優勝したりって、うん、そういうピンチをチャンスに変えてきたっていうことがありますので、はい、まあ、来季もそういうシーズンにしたいですよね。そうですね、うん、高梨投手頑張ってください。そして今話が出ました軸になるであろう有原投手なんですけれども、来年が大卒4年目になりますね。5500万円から1000万円アップの推定6500万円でのサインです。サインはされましたか。はい、しました。アップで、はい、本当、まあ、チームも5位でチームも苦しいシーズンだったんですけど、まあ、1年間投げたってことを評価してもらえたのでよかったです。まあ、1000万、後半3試合勝ってやっぱり2桁乗ったっていうのはすごく評価できるし、来年につながるっていうふうに言ってもらえたんでそこは良かったです。今年は納得のいく数字が一つもなかったので、まあ、イニングもですし、やっぱり勝ち星と貯金を増やせるように頑張りたいなと思います。アップした分は
どういうことに使いましょう。いや、特に考えてないんで、はい。またチームの中でエースという言葉についてはどう考えますか。まあ、そういうふうにしっかり期待してるっていうのはすごくさっきも声かけていただいたので、信頼勝ち取れるようにこのオフしっかり頑張って来年チームを優勝できるようにやっていきたいなと思います。オフは休む期間と体を動かす期間とどういうふうに考えますか。はい、そうです、まあ、12月1月、まあ、適度に休みつつ、まあ、練習は継続してやっていきたいなと思います。まあ、鎌ヶ谷でずっとやろうと思います。まあ、体作りをメインにやって、でもキャンプ初日にはブルペン入れるように、まあ、1月にはしっかり投げていきたいなと思います。来年の数字で目標としているものであったり、はい、というようなところはどうでしょうか。そうですね、来年やっぱり190イニングは投げたいなと思います。今年返し試合もしているので、来年またしっかり優勝できるようにやりたいなと思います。まあ、今年も10勝してますからね。ただまあ正直ね、はい、まあ、もちろん最後3勝したのは素晴らしいことなんですけれども、もうほぼチームの順位が決まってからの連勝でしたから、シーズン後半、はい、やっぱりその開幕戦含めて春先チームが勢いをつけたい時に勝てるかどうかっていうのがやっぱりエースっていう呼ばれるピッチャーの評価が問われるところだと思うんですね。はい、今年はまあ2桁勝ちましたけど13敗していますし、うん、まあ、なんといってもやっぱり防御率がね 4.74 ということで、はい、うん、まあ、もちろんね、チームでただ一人規定投球回に到達して2桁も勝ってるってことでアップにはなりましたけれども、うん、おそらくファンの期待はもっと上のところに球団の期待もあると思うんですよね。そうですね、うん、彼がねやっぱりこの10勝13敗少なくとも逆にして、まあ、できればやっぱり15、うんうん、20近く勝っていかないとなかなかソフトバンクの上を行くっていうところまでは、うん、行かないんじゃないですか。背番号を超えてもらいたいですね。やっぱりね、うん、それぐらいの期待がかけられているピッチャーですから、はい、うん、本当に今年ね、劣勢の試合でもよく最後まで完投負けっていうのも結構多かったですけれども、うん、吉井ピッチングコーチがね、まあ、確かに今年苦しかったけれどもやっぱり有原にとっては勉強の年で、まあ、ポテンシャルとしては本当にジャイアンツの、ね、菅野ぐらいのものを有原は持ってるんだっていうことをシーズン中も言っていましたし、うんうん、やっぱり、まあ、実際そういう評価で入ってきたピッチャーですから大気の大爆発に期待したいですね。そうですね、来シーズンの開幕投手は誰になるのかね。いや、これまあ普通に考えれば、ね、間違いないと思うんですけれども、うん、2年連続で、まあ、その中で言っていくか他候補います？高梨投手とか、それこそ上沢投手だって中にも入ってるんじゃないですか。まあまあ、もちろんね、これキャンプからの実戦のオープン戦の出来次第によってはいろんな投手に可能性があるでしょうけど、はい、普通にいけばね、うん、まあ、彼が投げることになると思いますし、はい、本当に来シーズンはよろしくお願いしますって感じですね。そうですね、鎌ヶ谷で体作りをメインにということです。そして今年の契約更改の大取りは荒垣投手でございました。社会人からプロ入りして来年が6年目のシーズンになりますね。790万円から30万円ダウンの760万円でのサインです。サインされましたか。はい、しました。金額は、30万ダウンの、税抜きで760万円で、はい、今年は1軍で1試合しか投げてないので、まあ妥当だと思います。はい、1軍で、投げてもらうために強い意志を持ってオフシーズン トレーニングに励んでくださいということを言われました。まあ、自分の中では、状態がずっと良かったと思いますので、まあ、もっと1軍でですね、2軍でやってたようなピッチングをできるようにですねしていけたら良かったのかなと思います。オフはどんなところに取り組みたいですか。はい、いかにバッターを抑えられるかだと思いますので、技術の面を、たくさん取り組んでいきたいと思っています。去年自分の中で状態がずっと良かったので、基本は変えないで今の状態を維持して2月1日のキャンプから全力でいけたらいいかなと思ってます。来季の自分が投げるポジションのイメージというのはどうでしょうか。はい、自分の中では今、中継ぎ先発、どちらも今年やっていたので、まあ、ここが足りないって言われたところを、やっていこうという意識があるので、どんなところでも、やるつもりでいます。数字の目標などはありますか。数字はないんですけども、1軍定着してもうやっぱり北海道日本ハムファイターズの優勝に貢献するっていうことが来年の目標です。そしてこの契約更改も、はい、荒垣選手で大取り。いや、そうなんですよね、はい、ちょっと、いろいろありまして最後になってしまいましたけど、まあ
もう本当僕なんか音で申し訳ないんですけど、はい、ファンフェスティバルもスクリーンでの演奏となりましたが、はいはい、あのファンの方も荒垣選手の明るい一面というのを楽しみにしていると思います。はい、去年の頃までは、はい、また来年ということだったんですが、いや今年も去年維持でちょっとダメだったので、今年ダウンなんでもっとやっぱダメですよね。はい、ちょっと、まあ、来年にかける思いもありますので、はい、まあ、ちょっと真剣にいきたいかと思います。いろんなことは想定して考えておられたんですか？いやもう今日はもうなんていうんですかね、考えてないです。必死で、はい、契約更改に必死でやろうっていう思いだけです。はい、では来年、はい、楽しみにしています。そうですね、来年いっぱい上がった時には、はい、それではその来年の抱負をお願いします。はい、はい、先ほども言いましたけど、やっぱり一軍で投げてチームに貢献することが一番大事だと思いますので、来年はずっと一軍にいてチームの優勝に貢献できるよう頑張りたいと思います。いろいろあってっていうのはウイルス性の急性結膜炎でございました。うん、ファンフェスと応援大使月形町の訪問をねお休みしてしまったんです。そうなんですね。はい、まあ、このオフの活躍というのが一番期待されていた選手がねそう言わないでください、まあ、実際ね、あの月形町はあのそれこそね大谷選手と一緒に行く予定で、まあ、あの多分ねその大谷選手はの盛り上げ役としてね、うん、こう荒垣選手も期待されていたと思うんですが、うん、はい、まあ、結局かとしてはね大谷選手が一人で行きましたから、でも大谷選手もね、はい、あそこは柿さんの仕事でしょうということで相当こう文句を言われたっていうことを言ってましたけれどもね。そうですか。まあ、本来ね、はい、やっぱりこの契約更改というのも、まあ、どちらかというと年俸の安い選手から始まっていって、うん、このもう今日が契約更改の最終日でしたから、はい、ここは大物選手でねもう億とか何千万とか、まあ、そういう選手が実際ずらっと揃ってましたよね。うん、はい、ただまあ荒垣投手はこの結膜炎の影響で契約更改の日程も伸びて、はい、まあもう全ての選手の大取りでね、急になんか何百万円台の話が入ってきたということになりましたが、うん、はい、ただね、あの荒垣投手そのオフのこう言動というかね、うん、盛り上げ役ばかりが注目されるんですが、今年結構ね1試合だけだったんですけど、はい、釧路で投げた時内容良かったんですよね。うんうん、だからもっとねこれをきっかけに登板があるかなと思ったんですが、はい、まあちょっとチャンスももらえずにね、うん、1試合だけの登板に終わってしまってちょっと残念ではありましたよね。うん、そうですね。うん、来年期待したいなと思いますけどね。まあ、これでね、はい、全選手の、はい、終わりましたよ、契約更改が終わったということになるんですが、誰もごねませんでしたね。うん、まあそうですね。うんうん、はい、でやっぱりあの大物選手が、まあ、それこそ大谷選手筆頭にね、まあ、ポスティングとか FA で、まあこうね、外の道を歩んだり、はい、まあ、逆に高額年俸の選手が昨日の田中健介選手のように大幅ダウンになったりってことで、うん、はい、これでねファイターズで億を超える選手っていうのがピッチャーでは宮西投手1人、うんうん、野手でも中田選手とあと今日公開した西川選手、まあ、3人だけっていうことになりましたね。もうなんか他の球団から見ると考えられないですね。しかもあの中田選手も宮西選手も大幅ダウンだったでしょ、奥を維持している中でね、まあ、西川選手だけは上がりましたけど、うん、奥を超えた選手の中で、まあ、あんまりお金の話ばっかりするんですけど、大谷選手のポスティングでまた二十何億かね入ってくるんでしょ、はい、結構ファイターズこうこのね、はい、こう、まあ、もちろん外国選手、うん、人選手とかいろいろ投資するところもあるんでしょうが、はい、このね多少節約できた資金をこう来期何に投資していくのかっていうところも、うん、まあ来期なのかね、そのずっと先のね、まあいろいろね、あの、はい、本拠地の移転の問題とかもありますけれども、うん、まあこのね節約できたお金を何その言いづらそうな、なんかこうどこに投資していくのかっていうのもやっぱり一ファンとしては ね注目して見ていきたいなっていうかね、え去年日本一の球団にしてはちょっとこう寂しい、いろんな意味で契約更改になりましたね。これ毎年ね、だいたい各球団の合計年俸とか出るじゃないですか、はいはい、多分ファイターズ今年相当下がると思う、一番下かもしれないぐらいな、あのこれまでね、はい、どっちかというとパリーグではロッテとか楽天とか、うん、セリーグでいうと DeNA とかがこう平均年俸でいうと下の方だったんですけど、うん、今年 DeNA 結構頑張ったでしょ。そうなんですよ、ね、だから頑張らなきゃいけないから、あの球団さんも奥に上がる選手とかも出てきてるので、はい、うん、ちょっとファイターズはそう的に言うとね、ししかね結構なんかもうね、ソフトバンクなんか松田が4億とかそういう豪華な話がね、人ですからね、いろいろ出ている中で結構なんかねちょっとこう、うん、庶民的な球団になってきたなっていう印象は、私たちにしてみたらね、いやいやもちろんすごいことなんですけど、うん、うん、あの来期はねなんかもうこう、はい、夢にも
思い浮かばないというか、手に届かないようなね、こう契約更改する選手も出てきてほしいなと思いますね。はい、という契約更改はこれで全て終了ということになりました。